マイケルです。今日は愛知県碧南市の杉聖火様にお邪魔しています。ここはエビせんべいで有名なお店で、どうやって FFC を利用して美味しく作ってるんでしょうか。見てみましょう。焼きたてをこれからいただきます。うわー、すごい ふっくらしてる。うまいですね。柔らかくて自然の甘みがあってとっても美味しいです。今日呼んでいただいてありがとうございます。いえ、こんな田舎までわざわざおいでいただきましてありがとうございます。杉聖火様はどういった会社でしょうか。ですね、三河の、はい、あの名物っていうとこのエビせんべいが三河の名物なんですよね、はいはい、私はですね、23歳の時にこのエビせんべいを創業したんです、はい、あ、で初めはあの本当に、こうあんまりこうエビせんべい経験がないんですね。2年ばかちょっとアルバイトでそのエビせんべい屋さんに奉公に行ったんですね、はい、でそのアルバイト先がもう僕はせんべい辞めるからこう飲食店に職を変わるから、はい、せんべい あなたやりたかったらやってって言われて、はい、そこから始めた。ああ、さっき工場も、はい、あの直売の店舗も見させていただいたんですけど、はい、感動しました。そこの希望の大きさが、ね、はいはい、工場と店舗はどれぐらいあるんですか。工場はこの本社工場から宮城県の塩釜にの一つの工場、はい、それから中井工場と3つの工場あ、はい、3つの工場。そして直売の店舗は三河中心に7店舗、はい、トヨタが一番遠いところはトヨタ。ああ、はい、はい。そして事業員は何人ぐらい。240人ぐらい。ああ、はい、はい。そして一日多い時は何枚ぐらいせんべい作られる能力があるんですか。このタコせんべいで40万枚。あ、この1種類だけでも40万枚作れる、はいはいはい、コースなんですね。他にも、はい、あの違うせんべいを作る工程があるんですけどね。ああ、OEM とかもやってる。そうです。はい、はい、はい。タコせんべい以外に、はい、イカとかいろいろ。そうですね。あ、はい、はい、この美味しいせんべいは、はい、どうやって作るんですか。あのね、原料がイカとタコを使ってるんですけど、はいはい、あのイカはですね、あの肉を切るカッター機、ミクロダイサーという。あ、はい、あれ凝ったままカーンと切るんですね。 あ、はい、あとこんなに細かくなる。あ、はい、イカがこれだけ含有量が多いと、うん、はい、調味料とイカの混ぜ方が大事になる、はい、多分ね、細かく切らないと味がついてこない、はい、それから一番ポイントは生地が少ないんですね。一回作る生地が、はい、少なくてこう生地を落として、そうすると水分がまだ残ってるうちに焼いちゃいますから結構美味しいです。あ、そのタイミングタイミングなんですね、はい、で夏場と冬場と水分量が入れる水分量が違うんです。あ、はい、やっぱり夏場はちょっと水分多くて冬場は少ないっていうふうに調整、それは皆さんが焼く人が感覚で覚えてみる。で、機械で生地を落として、はい、それから鉄板の中に入っていって、うん、で、3分5分ですね、5分鉄板の中に入って、はい、で焼けたやつを、はい、あのフライヤーにこう通すんですね。あ、はい、でフライで
フライヤー上げて、はい、でフライヤー上がったやつがあの油を絞る、はい、油を しっかり絞って、はい、そこからあの醤油の中に、うん、あのローラーの中に入って、はい、醤油がついて、はい、そこから乾燥するんです。なんか一連作業でずっとやってきますから、はい、ただ私思ったのは今せんべいが焼けてきて揃えてこうやって出してるでしょ、はい、で向こうで放送でそれをビロ放送でやってるんですけど、はい、あれが連動できると一番いいなとは思ってるんですけど、まあ、今のところはそんな形で製造してます、はいはい、一つ驚いたのは、はい、せんべいを焼いてすごい美味しそうと思って、はい、それでさらに揚げるんです、ね、揚げるんですね、はい、どうして焼くことの後にもう一回、ね、フライ揚げることによって、はい、香ばしさがドンと出てくるんですよ。でそこの中でまた醤油を塗るってことは、はい、この醤油もすごくこだわっておってですね。あ、どういうこだわりがあるの？白醤油って三河の名物、この5年しか作ってないです。あ、でみりんも、はい、この三河のみりんを作る、はい、で三河のみりんと醤油で合わせてタレを作ってそれを塗ってるんですから、はい、まあ美味しい、絶対美味しいんです。あ、はい、で色も醤油の色はついてないです。あ、はい、ついてない。だから、はい、あの白醤油を使ってますから、うん、醤油の色がつくの。あ、それで黒くならないんです、ね、そうです、そうです。綺麗な醤油の色が保って、はい、その味はしっかりそのこの地元の醤油とみりんの味が染み込んでるんですね、はいはい、あ、美味しいわけですね。そうです。でその惣菜とかいろいろにこだわってるんですけど、はい、水のこだわりは、あのですね、このエグ寿司を入れたのは小村院の民会長から前からお付き合いがあってですね、で民会長から寿司を作るのにあのこの水を使っておった、うん、で美味しい、あの米を炊くの米でも美味しいし、あ、はい、で水がきれいに、あの床がきれいになるっていう話を毎回聞いてたんですね、はい、で、とどまるは作るときは全部これを入れたと、はい、全店舗、はい、だからあのそんなにいいのって聞いて、だうちも工場作るからやってみようか、はい、で入れたと、はい、いうことなんですね、はい、で、あと店舗の方が最近入れたんですよね、はい、で、前はあのここは工場はあの浄化槽を入れてこう流しておくと、はい、店舗は浄化槽ないものですから、はい、ほとんど垂れ流しなんです、はい、前はねちょっと臭かったんですね、うん、掃除もね大変だったんですけど、はい、今入れてからは、はい、一番大変だったのはこのエビを洗うんですね、はい、エビを洗うとこう異物も取れて、うん、で洗浄した後が大変だったんです。もうあの洗うに洗剤つけて洗ったり、うん、はい、で今は水洗いだけで済んじゃう。あ、はい、流した水も、はい、そんなに匂いしないし、はい、鉱物みたいなのが出てこないし、はい、すごい今綺麗になって、やっぱり結構 FFC 使ってるところではそう、はい、同じことを言われます、ね、なるほどね、はい、あの本当に良かったな。これだけ40万枚1日で作れるとか、はいはいはい、あと結構無駄が出たりとか、はい、そういう環境配慮で何か考えていることありますか？あの当然ながらあの水を使いますから、はい、流す水はきれいな水を流したいというのが一つと、はい、FFC のあのせんべいいっぱい、はい、これ40万枚焼くんですけど、はい、割れたせんべいが出るんですね。あ、はい、で割れたせんべいは伏せるじゃなくて、はい、売店で売るとか、捨てるもん一つもない。あ、はい、ね、あ、とても SDGs 的に良いですね、はいはい、捨てるもない、はい、ま、だからそのまあ煎餅はそうなんですけど、はい、あの SDGs っていうのは環境にも、はい、あの我々はいろんなことを取り組んで、うん、僕は、はい、まあ掃除をやってますからね、はい、地域の掃除もやってるし、そういうプロジェクトもやったり、はいはい、あの
周りをきれいにしたり、はい、っていうこともやってるし、うん、まあトイレ掃除もその中に入っているんですけどね、はい、学校のトイレをきれいにして、はい、環境をきれいにするとか、はい、あのまあ、公衆トイレ地域内市にあるとか月1回、はい、1日掃除をあ、はい、やったんです。あ、そういったことも含めて、ね、あ、はいはい、環境を良くしよう。あ、会社の中だけじゃなくてその地域プロジェクトとかも地域もやってます、はい、あ、なるほど、はいはいはい、素晴らしいですね。そうすると今後の展望はどう考えてますか、会長のビジョンとか。まあ、私のビジョンよりも、まあ、社長のビジョンの方がいいかなと思うんだけど、はい、200年存続企業を目指してますから、あ、はい、杉製菓は200年持たないとダメということで、はい、いろんなことを今はですね、あのグローバル の展開をしようかなっていうのは、人口、はい、日本の人口どんどん減ってくる中で、はい、やっぱり海外にも向けて、あ、はい、あの展開していかないと、ちょっと、ね、人口減ってくる中で、はい、もう海外にこの販売を求めていくということで、あ、まあ、はい、社長はベトナムにですね、はい、工場を作ると、あ、はい、でベトナムから世界に発信していこうという構想を今持っています。あ、はい、日本の質を守っ て, 守ってベトナムの工場で作って世界で販売できる。あのベトナムには会社があるんです。まあ、小さな会社なんです、はい、そこであの作ったせんべいをベトナムで今売っとるんですが、評判がいいんです、ね、あ、なるほど、はいはいはい、結構ベトナムはあの日本のものすごいあのそうです尊敬してて、そうです、はい、でね、さっき工場の中でもあのベトナム語の名前が書いてある、ね、従業員は結構多くてびっくりしました。そうです、30人ぐらい今、あ、そうですか、ベトナムから来て、その子たちが向こうに、はい、工場を作って向こうでまた働けるようになればいいかなということで、はい、まあこれは社長の構想でやってるんですけど、ね、今後の国際戦略のためにそうです、はい、ベトナム人をこちらで働いてもらってトレーニングをして そしてあのベトナムの方で、はい、あ、素晴らしいですね、はい、ね、やっぱり考えてみると素晴らしい保存食ですね。そうですね、普通だったらそう生の魚だったら持たないとか冷凍しなきゃいけないけど、せんべいの形にするとあのもう持ちますね。あ、はい、そうなんです。世界中に送って世界中に日本の味食べてもらいますね。もう一つはあの資源が向こうにある、はい、っていうのは海のもんが豊富にまだベトナムにある。あ、はい、日本はほとんどなくな温暖化で変わってきてしまって、はいはいはい、だから向こうにも資源があるということで、あ、はい、ちょっとそこに注目をして、あ、はい、あ、はい、素晴らしいビジョンですねやっぱり最後にあの会長にとってせんべいというものはどういった存在でしょうか。私は、まあ、せんべいとは限らずに、はい、皆さんがせんべいを食べて美味しい、はい、笑顔になる、あ、はい、これが一番望みというのか最高のことではないのかなということで、やっぱり笑顔になるせんべいを作らないとダメだよ、はい、あ、はい、そういった思いがある。あ、はいはい、まさにあのせんべい家族を家族です今日、はい、いろいろ学ばせていただいて、はい、ありがとうございました。も食べさせていただいて、はい、本当にありがとうございました。Today I visited Sugiseika to enjoy their wonderful senbei. And I found out that they're not just making senbei, they're making so much more. They're making people happy all throughout Japan with these wonderful, delicious tasting senbei. And in the future, people throughout the world can enjoy them. And one of the big parts of what they're doing is using FFC to make the environment healthier and to make these delicious senbei.